トイック満点講師たちどうやって問題解いてるのか、でまず選択肢を先に見るのか、それとも5分読んでいくのか。イベントアサル君の文章には文章はどんな長さで全部読んで、4時36分に幕場まで一応終わり、臨機応変に変えるみたいな筋が通ったやり方と始まりました。まちチャンネル。さあ今回はですね、はい、満点講師お二人に来ていただきまして、で中山蓮人さんだから言うちゃう、清田さん、そして大仏大仏さん、はい、R さんにお越しいただきまして、すごいですね、このね No 990 No Life ですからね、はいはいはい、990じゃなきゃダメっていう。そんな R さん、トイック本当受け続けて長いと思うんですけど、そうですね、ちょっとやっぱトイック満点講師たちどうやって問題解いてるのかっていうのをねちょっと聞きたいなと思って、特にやっぱり、まあ、リーディングですよね。リスニングは先読みしますよね。先読みしますね、うん、先読みをやめるっていうのはちょっと怖いね、うん、そうですね、先読みしないでもできはするんですけど、全然、うんうんうん、できるんだけどやっぱ確実に、そう確実にっていうのでするんですけど、模試とか自分で解くときも全然しないし、めんどくさいんで、はいはいはい、はい、そのまま解いてます、うんうん、聞きながらこうやってやってるんですけど、本番は労力使いますけど、まあ、先読みする設問と選択肢をパート3、4ですけど先に見るっていうのはやってますね。でまあ多分リーディングが解き方変わったりすると思うんで、ここがパート5に関してまず選択肢を先に見るのか、それとも文読んでいくのかの多分分かれると思うんですけど、ここはどうですか。2009年だったと思うんだけど、うん、最初の文法特急が出た時に、はい、花田さんが選択肢を見て問題のタイプを分けるんだって、うん、その時僕それ初めて知って、うん、そうなんだ、そんなことしてんだと思って考えたことなかったの、うん、空欄を先に見てもうある程度予想がついてそれを選択肢が補強するみたいな解き方になりますよね、はいはい、こう本部見てて空欄とこ見て、ああこういうのが多分入るんだろうなと思って、うん、そういう解き方をしますね、はい、清田さんは自分の選択肢からいきます。エッセンスイングリッシュスクールがまさにその選択肢でっていう風に教えていたんで、はいはい、僕らもその教え方としてそうやって教えなきゃいけなかったので、本で書くときもそういう風に書く、うん、でもやってないっていう。でもやってない。清田さん、じゃあこの選択肢どういう感じで、まあ、見てどういう判断するんですか。選択肢見てまず文法か語彙。文法だったら空欄前後とかで文法で解けちゃえば、はいはい、全部読まない。なるほどなるほど。読まずに。え、全部読みます、R さん。戻ってくるんで僕。ああ、なるほど。最初にブワーって解いちゃうんですね。戻ってこれるんで、1回目はもうあここまで読めばもう答え出るなと思ったらもう。後ろは読まない、はいはい、できるんですけど答え出した後に覚えるを仕事としてる感じがあって、振り返り用にね、うん、読んどくっていう目的がある。そこは全部読んでます。だパート7とかは、まあ、特にね答え出た後に読まなきゃいけないめんどくさいですけど、まあ、一応全部見ておきまして、パート6もそうですね、全部出てもういいやってなるんですけど一応は読んでるって感じですね。なるほど、やっぱ選択肢派とそのままこう読んで派で分かれるわけですね、うん。パート6ですね。これもどうなんですか、解き方分かれるんですかね。まず読んでって空欄してでそこでって感じですか。パート6も僕は選択肢を先見ることはない。キヨさんどう読むんですか。6は本文から読んで、はい、ちゃんと全部読みます、ね、なんかパート5と6でそれ分けてるんですけど。なるほど。え、選択肢見たりとかしない。選択肢は空欄に来たら初めて見て、ああじゃあそれはそこから独立型か文脈型で解き方を変えるって感じ。まあ確かに独立型の場合はもうそこで解けちゃいますし、文脈依存の場合は他の文読まないといけないですかね、必ず別の、うん、まあ、結局読むことになると思うんで、読むことをもう前提にして解くってなると思いますよ。飛ばし飛ばし解いていけるもんじゃないと思うんで、必ず引っかかるんで、特にパート6はその文脈が絡むから虫食い読みしちゃうと引っかかるんで、ちゃんと全部読むってのは徹底します、うんうん、僕もそうですね、全部読みますね。前から言ってこれかなと思いきやね、あでもこの後ろ読んでったら違うわ。そうそう、ひっくり返されることはもう前提で、だからもう最初の第一案みたいなつもりで入れといて、ひっくり返されても別に対応できるようにするっていうのが大事ね。まあ文補充がね最後にやってくれるといいんですけどね。はいはいはい、文の最初に空欄空いて文挿入ってこともある。いろんなところに、ね、いろんなところに開くんで、うん、で後ろ読まないとダメなのかって、その文挿入って絶対文脈依存なんで、そうそう、もう戻ってくんのめんどいわって思う時とかね。パート6の特徴として前に書いてあったことを使う文脈だったら楽だけど、ああそうそう、後ろに書いてあったことを使う場合は戻っていかなきゃいけないので、そうそうそう、やっぱり普通じゃない読みを、ね、要求されるので、 その可能性をまあ考えながら解いてほしいですね、うんうん、戻ってくるかもしれない、うん、自分パート6の文挿入は何問目にあっても必ず最後の時。おー、なるほど。ああそうか、はい、ありますよね、最後に残すのね。一応全体を把握してからこういう流れだったなって振り返って解くって感じ、うんうん、へー、他の3問全部解いてから、ね、他の3問解いて文挿入だけ残すっていうの
のがあるんだけど、まあ一つリスクはね、マークがずれるリスクがちょっとある。ああ、なるほど、ね。だそれは注意しないといけないんですけど、文全体が分かったところで答えると多分答えやすいのは確かなんで。パート7、これがね、一番分かれると思うんですけど、まあ文章を読むのか、設問選択肢行くのかっていうので、はいはい、どうですか？出題者が作ったように読むっていうことね。うん、文章全部最初読む。文章はどんな長くても全部読みます。へ、う、ぇ、ん。して、その後に設問。設問選択肢になります。うん、で、設問見て、で、あ、この辺に書いてあったなあ、そう、参照はするんで、うん、結局文章には戻るんだけど、うん、できるだけ1回読んだだけで解けるものは解いてしまうっていう、うん、一応努力目標としてあって、5分の3ぐらいはだから、戻らずに解こうとか、ね。なるほど、なるほど。珍しいというか、多分ね、やってる人少ないと思うんですけど。え、清田さんはどうやって？自分は設問1個読んで、本文をある程度一段落とまとまり読んで、うん、解けたら解いちゃって、はいはい、うん、で次の説も言ってったのを繰り返すですね。なるほど。でも順番通りに答え出ない場合は出ないことも多いですよ、うん、そう、特に1問目は目的とか、はい、その全体に関わるんで、うん、1問目は保留にすること多いです。ああ、なるほど。それ以外解いてから、うん、もう一回戻って解くみたいな。1問目読んで例えば1段落読むじゃないですか、うん、で、あ、まだちょっと不十分だなと思ったら、うん、2問目の説も見て、うん、2問目をこう先に解いちゃうと。なるほど。あ、段落ごとに分ける。そう、段落とか、まあそこはゆずきかせてなんでしょうね、まとまりがいいところまでするんですけど。ああ、わかります。そのまとまりがいい、わかります。はいはいはい、やりますやります。まあ基本は設問は全部見ますね、はい、先に見ちゃいます、うん、ここも見て、で、ただ文章がそんなに長くないやつ、序盤とかにあるやつは、うん、こっち文章先読んだ方が早いじゃんみたいに思うのはもう先読んじゃいます、はい、なんで、まあ本当臨機応変だと思いますね。まさにあのインディケイティッドの問題とかは、あ、この場合だったら選択肢先読んだ方がいいなって思う場合はもう選択肢も先に読んじゃう時もあり、設問はだいたい全部は見るようにはしてますけど、で、この辺だろうなって思ってもうパッパッパッと解くって感じですね。具体的な情報が照らし合わせになることがすごく多いので、なので、あ、もうこれ絶対照らし合わせだろうなみたいなんで思いながら、もう、あ、きっとこういう答えになるだろうなって予想しながらやってって、アルさん言ってましたもんね、逆にそれは頭にすり込まれちゃうから、そのリスクもあるのよ。だからそこはもう分かった上で、薄くこう自分の中にあんまりこう刻みつけないで、うん、薄く付き合えるといいですね、不正解、うんうんうん、それは経験積んでなるとできると思うんです、うんうん、でもアルさんめっちゃ早いですからね、それで、うん、まあ早く意味取っていくのはできますよ。今日もどれぐらい待ったんですか？今日は4時36分に200番まで一応終わりました。もう午後受けないからいつ終わるのか分かんないな。あ、どうかどうか。26分ぐらい、だから17時1分に終わるんで、うん、25分。あの、ほとんどの人がシングル終わる時間に終わって、うん、そうそうそう、あー、なるほど、そういうことか。僕大体その10分余りのペースで進んでって、で、はいはい、いろいろ読みながらで悩みながら、まあ、最後は5分以上余って、うん、でこう戻って、で、そうそうそう、マークミスなんか、今日もマークミスしてたんで、やっぱり、うん、じゃあぶんな、雨こんなクソ簡単な問題でマークミスしてるよとっていうのあったりするんで、そうだからマークミスするんでね、それ本当時間大事なんで、ここ見直す。京都さんはどれぐらいのペースでやりますか？自分は5分余るかなぐらいで、まあ、調子の時10分ぐらい、うんうんうん、今回結構解きやすくて、うん、10分以上余りました、うん、僕は基本時計持ってかないんで、今言いましたけど10分ぐらいのペースでって多分多分で、今日は時計のある会場だったんで、それも遅くなるんですよ、絶対余裕が持てちゃうんで、ああ、貯金がある状態だっつってゆっくりになっちゃうんで、終わんなかった回とかあります？1回今でも覚えてます。もう終わんなかった、どんだけ考えても出ないわ答えって言って、そのせいで時間が足らないってことが、足らなかったってことが1回だけあるんです。あれはどうしてます？文相入1問題、文1選択問題、あれは先に見ます？僕はね、そうね、あれ選択問題の先に見ます。先派と後派がいると思います。クヨさん後なんですか？自分は後です。もう先しか考えられないと思ってた。あ、そうですか。もう先に見て、うん、あ、もう刺すもの書いてあるとかトピックがこれなんだから、もう絶対こういうとこに入るんだな、見てって、あ、はいはい、ここでしょ。でも4箇所の空欄を最初に把握するって難しくなる。本文全部読んでしまって、うん、その残りの全問題解いた後に初めて見て、うん、あ、こういう一句だったなっていう。あ、そこで入れてみる、そう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 。自分の場合は1回に1つのこと考えるこう決めてるんで、1問目考えるときにこの層人の位置入るかなも同時に考えちゃうから、あ、なるほど、ちょっとあえても最初から見ずに最後に解くって決めてますね。こんなに違うんですね。設問によってやっぱ変えるとかはあります？このタイプだから先に見るとか。まあノット問題、あ、なるほど、ノット問題、まあ、選択肢まで先に見ちゃって先に情報入れるじゃないですか、はいはい、でそれを照合しながら読むって感じ。なるほど。今日なんかもノット問題4つありましたから、うん、いや、こんなに多いんかと思ってもうめんどくさかったですけど。そうです。あらさん、ノット問題は見ますか？いや、見ない。あ、見ない。とにかく自分の問題も先に設問選択肢を見ることはない。先読みのやり方が、そうか、リスニングでも変えることってありますか？
問題によって、例えば僕だったらマンデーチューズデーみたいなのはもういいよこんなのはって言って、うん、はい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 、連番とかね、今日は10、20、30、40とかね、はいはい、あんなのは一目でわかるんで読むっていうことはないですよね。グラフィックとかはどういうふうに見てるとかあります？図表はパート1のディレクションの時にまあ見ることは見るんだけど、そんなに念は入れてないかな。僕だから糸問題は結構念入り見とく。ああ、なるほど。3に2個、4に3つあるんだけど、そうそうそう、ちゃんと場所を特定してちゃんと見ときます。4つとも見ときます。で、ストーリーを2つぐらい作っときます。ああ、なるほどね、うん、こういう状況で多分このセリフが出るんだろうっていうことはやる、うん、それをパート1のディレクションの時にまあやる、うん、え、京都さん見ますか、それ？そこは同じです。あ、へえ。ディレクション中に糸問題全部先読みして、あれで検討つけとくって感じ。糸問題はね、こうだから先読みなしでもし解いてもね、多分そこに差し掛かったらすごい慌てると思う、うん、だからそれがないようにっていうのがあって一番意識しますね、うん、あと図表だとこの2列の時はパッとパッと見ればいいだけ。そうそうそう、単純な4階建ての表とかね。そうそう、それは楽なんですかね、うん、複雑なやつになるとこれどうやって通ってくるんだろうとか思ったりね、うん、あと今日もあったけど、要するにこう4マスあるやつね、うん、4マスやるって ABCD っていう時と ABCD っていう時あるやつ、ね、ああ、なるほど。それは見とかないと、うん、いけないなと思って。なるほど。だから時計回りになる時もある、うん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 、なるほど、面白いな。リーディングの糸問題は、あ、チャットの2問ね、チャットのやつ、はいはいはい、あれ先見ますか？あれも先見とくことはないな。あ、でもね、経験があるんでチャットをこう読んでるだけ、あ、この一言多分糸問題で出るんだろうって結構当てた。あ、なるほど、うん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 、キュートさん、チャットも後ですか？そうですね、糸問題だけは2問目とかになるじゃないですか、うん、それ以降もで先に見といて、うん、何時何分見とくんですよ。はい、あ、そうですね、何時何分、ここを目標に読もうと思って読み始めます。臨機応変に変える、うん、やり方と筋が通ったやり方と単に好みだと思うんだけど、うん、やっぱいろんなやり方があるってことですね、はい、それはもう合わせて自分がスコアが出せる解き方をすればまあいい。まあなかなか、ね、共通テストもそうですけど、選択肢まで全部覚えるっていうのはなかなか厳しい、ね、はいはいはい、本当に、うん、いやでもね、共通テストはね、線が引けるのがまだいい。あ、まあそうですね、うんうん、確かに。だから選択肢のポイントポイントに印つけられるっていうのがあるから、また状況違うかもね。こことここが照らし合わせとかできますしね。あ、そう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 、それできるのは全然、やったらもう全然違うと思う、トイックで。ここで4の1の回答権に4の3とかできるからそれがね、トイックができない。書き込みできたらどれだけもう解き方が変わるか分かんないですよ。はい、という感じで今回はトイック満点ポジションに解き方どうやってやってるか聞きました。これ参考にしてぜひ実践してもらえればなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。テキフォーチン、ありがとうございます、はい、本当に大仏は誰なのって多分いいんですよ謎が謎。